こんばんは。また。よし、皆さんこんばんは。やっほー。皆さんこんばんは。今日はとても暑いですね。暑いですね。わかります。とてもとてもとっても暑いです。今日もかわいい、ありがとう。かわいい、ありがとう。エアコン入れました。エアコン入れました。何このだるま、氷の中に入ってるバラかな。ありがとう。とても暑いです。なんか全部氷の中に入ってるんだね。くまちゃんありがとう。めっちゃ氷、暑いからってこと。ハートありがとう。タコちゃんもありがとう。ハートありがとう。そうストーリーあげた。あとはあの劇場にお水とカード、今まで正規の先輩方があったカードとかが、くるみタッチバージョンも新しく昇格した組も出たので、ぜひゲットしてください。サイン入りもあるみたいなのでぜひ当ててね。あとはオンライン抽選会じゃなく、抽選会もだけどオンライン特典会の1時のなんだっけ、お支払いは本日までなので、皆様お忘れなくよろしくお願いいたします。決済ハートありがとう。いっぱいバラがいっぱいだ。ありがとう。なんでバラなんだろう。バラありがとう。いつものギフトが凍ったよって感じ。そうなんです、岐阜だって地元ですに初めて出演させていただくので、皆さんいっぱい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 メッセージ送ってください。よろしくお願いします。初岐阜だって、岐阜県だって地元です。ミラボールありがとう。岐阜といえば岐阜タンメン、クリミア岐阜タンメンがすごくすごく食べてみたい。でもまだ食べたことがありません。ジュースありがとう。ハートもありがとう。レモンスターもありがとう。岐阜タンメンね、食べたことないんです。岐阜県には2回ぐらい行ったことがある気がする。そうなんですよね、昨日お団子したんです。どうでしたか。お団子したんですよ、一つの。あとみんないつものお願いをしました。ソニーじゃないよ、もうキョッピータです。あの放送がね、うん。
あと何があったかな、なんかめっちゃ言おうと思ったのに忘れちゃった。お団子のこと言おうとしてたのかな。あ、そう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 、時間がないに出演させていただきます。またまたありがとうございます。嬉しいです。まだまだ夏は終わらない、始まったばかりということで、皆さん盛り上がっていきましょう。イエイ。あとね、みゆさんと出れるんです、嬉しい。あんた頑張ります。そう、仙台ケツね、仙台も楽しみだよね。仙台、初仙台はどんなものが食べれるのか何が食べれるのか、仙台行くの楽しみです。涼しかったお団子、もうねめっちゃ踊りやすかっためっちゃ踊りやすいし、めっちゃ過ごしやすいし、お団子最高ってなった昨日。大学のテスト3つある、頑張って、頑張ってね。テストサイン会でテスト頑張れって書こうかなって言おうと思ったけど全然終わってるね、ごめんね。頑張ってね、応援してる。DMM で見てるよ、ありがとう、よろしくね。冷麺ね、冷麺好きです。冷麺は仙台？牛タン、そうだよね、やっぱ牛タン食べなきゃいけないよね。ケータリングに牛タンあるかな。なんか去年の夏コンの仙台はすごいなんか屋台みたいな感じでいっぱいあったじゃないですか。だからちょっと楽しみだよね。ずんだね、食べたことない気がするんです、多分記憶上だと。から初楽しみです。くまちゃんありがとう。そう、初めて E でねユニット2つしたんですよ、キラスキと横浜。あ、岩手なんだ冷麺は。でもなんかお団子したら一段と背が高く見えてたよね多分こんだけ分身長。あ、そうです、ナッツライブはシルコアイスクッキーサンド作ります作ります、ちかさんと、楽しみ。もうあさってなのでね、これも、あれ、しあさってだしあさってだ。シルコアイスクッキーサンドって絶対美味しくない？クッキーアイス、ん？アイスクッキーサンドみたいなやつ普通に美味しいのに、あ
あれですよね、多分ちかさんの夏ライブはあの愛知のあれですよね、愛知風に名古屋風にだからお味噌とか多分ね。そう、今日はひめたんさんとにじゃないを収録してきましたので皆様お楽しみに。絶対美味しいよね。シルコサンドは愛知だね。あ、そうなんだ。だからかな。それにかけて。絶対美味しい。みんな夏ライブって見たことあるのかな。見たことある方いっぱいいるかな。アイスじゃなかった、アイスって落としちゃった。バラありがとう、シャボン玉もありがとう。そうなんですよね、なんやかんやっていうのもあれですけど、なんかすごいいろんなお仕事を今月させていただいてた印象で、印象ってかさせていただけてて嬉しいです。変わらず公演とかもね、もちろんそうなんですけど、嬉しい。だから自分のスケジュール帳カレンダーを見るたびに、うん、嬉しくなって嬉しくなってる。忙しい、忙しい、まあね、他の方に比べたら忙しくないかもしれないんですけど、でもなんかすごいいろいろスケジュールが埋まっていくのがすごく嬉しくて、私やっぱ嬉しいじゃないですか。みんなも嬉しいよね、みんなが喜んでくれるのも嬉しい。頑張りたいですね、このまま。だからみんなはあのラジオだったらラジオ聞いてもらいたいですし、メッセージも送ってもらいたいし、公演だったらとかライブだったらあの現地行きたいなって思ってくださる方は現地来てくれると嬉しいし、そこでサイリンも振ってくれるのが嬉しいし、配信で見るよって方は配信見てくれると嬉しいし、クルミンこれ良かったなってつぶやいてくれるのもすごく嬉しいし、いっぱい嬉しいので。よろしくお願いします、これからも変わらず。そう、今日ここでくくった、なんかね、くるみこう一つに編むのが好きなんですよ。編み込み、三つ編み、編み込みするのが好きなんですけど、今日ゆねちゃんといてそれをしようかすごい悩んでた時に、ゆねちゃんに最近これやりすぎだよねって聞いたの。じゃあよく見るってだから、ちょっと次低いサイドポニーにした。ゆねちゃんは昨日ぶりでした。しかも昨日会った時に私たちって何日ぶりだっけって言って、会うの何日ぶりだっけって言ったら、もうそのおとつい、その前の前の日ぐらいに確か会ってて、なんか久しぶりだよねみたいな二人で言ってて、カレンダー見たらめっちゃ会っててあれ合ってるみたいななってましたね。
クルカツ、クルカツしてねみんな。あ、心斎橋市近く？お仕事頑張ってね。そう嬉しい、 SNS のコメント嬉しい、ありがとう。いっぱいしてねこれからも。そうなんだよね、髪結んでるのって涼しいんだよね。でもなんかそのなんかメイクさんとお話ししてた時になんかクレミンはくくってる方が似合うねって言ってもらうことが多いイメージだから、なんか余計くくってるかも。髪結んでるかも。最近おろしあんまない。あ、でもハーフツインとかはするかな。ゆっくり尊い、ゆっくり好きでいてね。幕張で着るお洋服はまだ決めてないんですけど、多分セーターティーは着たいなと思ってるからセーターティーは着ると思います。お誕生日週だしね、うん、多分生誕ティーは来てます。だから一緒に来ましょう。わかる？本当？そう、なんかくるみくくってる方が似合うねって言ってもらうことが比較的多い。比較的。でもなんか下ろしてるのも見慣れてるからさ、もうわかんないけど何がいいのか。でもなんか何しようかな、何がいいかなって最近は毎日悩んでる。嬉しい悩み。嬉しい悩み。だからみんなにも聞いちゃったこの前。何が多いかな今のところ。なんかさ携帯ケース、スマホケースがさ、あの電球となんか反射してかなんかめっちゃ眩しくて、ここめっちゃ眩しい顔してるかもしれない、わかんない、いやしてないかもしれない、もうすごく眩しいです、あんま気にしない。そう長いから余計ね、いろいろできると思うんだけど、なんか何したらいいか分かんなくなってくるんだよね。眩しい顔してない？じゃあ大丈夫だ。めっちゃ反射してるの、ここめっちゃ光ってる。タコちゃんありがとう、ハートありがとう。野球は見に行ってないですね。野球は見に行ってないですね。くるみにいた方がいましたか？もしかしていたかな。野球見に行ってみたいな。野球は見に行ったことない。もう本当に一回シーホースの三河のバスケを見に行ったこととあるくらい。本当にスポーツ観戦、え、本当にそれだけかもしれない、わかんないけど。あんま見たことないんですよね。でも野球 WBC とかあのテレビでやってるやつは見ます。だからあのイエーイってテレビの前で喜んではいます。でも全然詳しくないから隣で解説聞きながら、お父さんとかお母さんの解説を聞きながら、ルールが分かんないからこれはどういうあれなのかなって、表裏って何みたいなとこから始まったから。そうそういうのを聞きながら見てます。オリンピック見たいよね、見たいです。でもあの分からないやつはあの分からないんですけど、夏
夏だもんね。夏って何やる？夏って何やる？サッカーとかオリンピックあるのかな？水泳？夏だね。水泳と水泳、あ、陸上、陸上、水泳、陸上、体操とかサッカー、高校野球、体操、あった、体操、あと何あるんだろう。雪や氷を使わないスポーツ、あれとかは、あのさ、走って自転車乗って泳ぐやつ馬術、馬系、競馬、競馬ってオリンピックある。ダンスもあるんだ。ボルダリングとか、柔道、バレーボール、トライアスロン、トライアスロンもある。あとは空手とかないのかな。馬術、え、馬術見たい。え、あれは弓、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、弓なんて言うんだっけ。バスケ、あ、バスケね。スケートボード、スケートボード、あ、アーチェリー。あと何があるかな。あの、あれはやーやーみたいなあの細い銀色の棒みたいな、フェンシング。すごい、くるみの思考を解読してくれてありがとうあ、やり投げ、ぐる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 回って投げるやつね。あれすごいよね。もう真後ろに飛ばしそうだもん私、うん、あとはマラソンとかあるの。ごめんね、止まっちゃった。よいしょ。ハンドボール、ただいま、ありがとう。テニス、バドミントン、卓球。え、くるみ、テニスする、してみたか、してみるの憧れなんですよね。テニス多分部活にテニスあったらやりたかったぐレベルで、あの、でも焼けちゃうじゃないですかテニスってそこかいってそう、球技苦手なんです、全然ダメなんです。でもテニスってなんかかっこよくない？服かわいいしねテニスする人いいよね、女性とかもかっこいい。クレミンの得意なスポーツは何でしょう。あ、でも新体操とかない？新体操みたいな。55分になったね。そろそろランキングを読もうかな。飛び込みね、あれすごいよね。新体操とか体操とか好き、体操好き、私体操見るの好きなんですよ。機械体操とか見るの好き、見ようあ、ゴルフね。クルミ泳げません。でも小学校の頃頑張って 25m クロールで1回だけ泳いだことがあるんですけど、本当に最後もうどうなるかと思いました。もう息継ぎができないから最初の方は、まあ、どうにかさ、どうにかこうにかできるじゃん。で半分超えた、もうなんかもう無我夢中で泳いでたのもう泳げないのに、なんか 25m はなんか 25m をクロールで泳いでみようみたいな、まあ、泳げなくてもいいんですけど、なんか泳げたらすごいねみたいな、だから頑張って挑戦しようみたいな感じだったんですよ。でその水泳ってか、そのプール習ってる子に教えてもらおうみたいな、で教えてもらってたんです。
仲いい友達にこうクロールをね、もう最後の方はもうなんかもう息継ぎができないから、もう本当に無我夢中で多分半分暴れてただけなんだけど、めっちゃ頑張った記憶はある。めっちゃ記憶あるもん。だからえ、私 25m 泳げたみたいな。え、最初の方は多分息継ぎしてたんだよ、こうこうはしてたの。でももう最後の方はもう分かんなくなっちゃって息継ぎしてできてなかった。向いてるけどここにまだ水があるみたいなできてないでしょ。そう多分溺れてたあれはよし、じゃあやばい時間がない、ちょっとバーッと読んでしまいますがすみません。では読みます、いきます。13位 KJHR さん、ありがとうございました。13位おめでとう、ありがとう。そして12位しのさん、ありがとうございます。12位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そして11位イシトワンさん、ありがとうございます。11位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そして10位テイチさん、ありがとうございます。10位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そして9位ペコポン、ありがとう。9位おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。そして8位シナノユウキさん、ありがとうございます。8位おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、ありがとうございます、ありがとう。そして7位ミストさん、ありがとうございます。7位おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、7位ありがとう、ありがとうございます。そして6位牛男さん、ありがとうございます。6位おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。そして5位アンキューさん、ありがとうございます。5位おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう。そして4位スランプくん、ありがとうございます。4位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そして3位がんばレッドさん、ありがとうございます。3位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして2位ポートクリルさん、ありがとうございます。2位おめでとう、ありがとうございます。そして1位ニャットさん、ありがとうございます。1位おめでとう、ありがとう。あ、終わっちゃう。皆さん今日も来てくださってありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。見に来てくれてありがとう。おやすみなさい、ありがとう。